皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回はギレネ坊ジョンの系譜ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。すでに地球上からティターンズの勢力はほぼ一掃済みになっています。ここからはですね、シャアのネオジョン軍、主に北米、そしてハワイに展開しているこの部隊をね、撃破していきたいと思います。まず南米ジャブローからは黒い3連星、そしてカムチャッカからはアラスカに向かってノリスを、そして大西洋からは一挙にニューヨークにグレミーの部隊を送り込んでいきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ではカムチャッカからアラスカに部隊をまずは送っていきます。敵の戦力がどれほどのものかというのを見極める必要がありますが、敵の機影を見る限り新型はいなそうですね。これだったらなんとかなる。進んでいきましょう。敵エリアに侵入しました。ここからはニューヨークへの上陸作戦になります。敵の数は多そうですが、ここも新型はいなそうですね。パッと見ズゴック E が、まあ、何機か配備されてそうなので、ズゴック E だけは要注意ですね。まあ、ズゴックよりもはるかに性能をアップしているので、そのズゴック E にだけは注意をしましょう。あとはここにいるガルバルティ隊ですね。このガルバルティ隊をいかに安全に上陸させるかというのが大きな大きな課題になりそうなので、しっかりズゴック隊で守りながら進んでいきましょう。このガルバルディがやられると本当に資源とお金とだいぶ使い込んで生産したので、痛手が大きいので、みんなで守りながら上陸作戦を支援していきましょう。ママ、グレミーをお守りください。やはりここは旧式のモビルスーツばっかりで固められているだけなので、力押しで、まあ、ズゴック中心でも倒せそうですね。でもちろんガルバルディベータアルファも導入してますので、これらを使ってですね、確実にニューヨークを占領していきましょう。これだけ有利に戦えてるなら、できればそれこそ損害はゼロでね、行きたいなっていうぐらいなので、本当に慎重に攻撃を当てながら行きましょうか。ただやっぱりガルバルディはとにかくエネルギーを使いますね。継戦能力っていう意味だとちょっと、まあ、難があるとまでは言わないですけど、まあ、3回ぐらい攻撃したら1回休憩っていうね、まあ、そういうルーティーンが必要かなとは思います。ギレン閣下、アクシズから新装甲剤ガンダリウムガンマが届きました。この装甲剤を用いることで高性能のモビルスーツを開発することが、これはイベントでガンダリウムアルファが手に入ったんですが、それでリックディアスが生産できるようになっているかどうかっていうのは別問題だと思うので確認しておきましょう。リックディアスはまだダメでしたね。未知の適正技術のままでした。リックディアスもね、いずれ生産していきたいところではありましたけど、まずはガルバルディベータですね。やっぱりね、人種面ではですね、ソロモンのビグザムにはドズルザビ中将に乗ってもらいました。これでいつでもソロモンからビグザムを発信できるという状態にしてあります。まずこれでアラスカが手に入りそうですね。アラスカを取ったら、続いてニューヨーク、そしてカリフォルニアと進んでいきたいと思います。おお、来るか。これでニューヨークも制圧できそうですね。まだ宇宙では本格的な反攻作戦を行ってませんけども、地球上では少なくてもリターンズの方が強力なモビルスーツを生産してきている
印象がありますね。まあ、ガルバルディ、ベータ、アルファがその最たる例、だと思うんですけど、ネオジオンで脅威なのはやっぱパーフェクトジョングぐらいかな、今のところは。お前はよくやった。このニューヨークも敵の数は多かったですが、割とあっさりとね、制圧完了しています。続いてメキシコから進軍をしていきます。メキシコはね、まだ行ったことがない未踏の地なんですけど、夜遊びスポットがかなり豊富だという話を聞いているので、いずれ行ってみたいなって思うんですけどね。もしね、視聴者の方でメキシコ行ったことあるよ、あるいはメキシコの夜遊び事情詳しいよっていう方いらっしゃったら、ぜひいろいろと教えていただきたいなと思います。で、ここにはですね、数こそ少ないんですけども、ガルバルディアルファに3連星がで、ガルバルディベータは1機しか、まあ1ユニットしか用意できていないんですけども、そこにはハマーン様が乗っています。それにハイゴックとしてサイクロプス隊を配備してあるので、部隊数としてはね、ちょっと少ないかなという印象ありますけども、中身はね、もう精鋭揃いという中で、敵が攻撃をこのタイミングで仕掛けてきたか。早いな。ファットアンクルなんでね、こちらの輸送機、母艦が。ドキッとしますね、今みたいなシチュエーションで攻撃をガッと仕掛けられると。まあ、ただ、向こうから来てくれたのは、これ幸いということなので、一気に押し込んでいきましょう。ハマーンがガルバルディ、ベーターに乗ると、まあ強いですね。安心して見ていられるっていうね、そういう強さがあるので。安心して軍をね、進められますね。はい、では今回はニューヨーク、まあ、ガンダムの中でいうニューヤークですかね、攻略完了しています。順調に来てますので、次回はですね、カリフォルニア、そしてハワイと、ここのね攻略を始めていきたいと思います。これ見るとハワイケンプファー作り始めてんな。一度侵入して生産をストップさせるというのもありですかね。検討していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。